ジェレミー・ロワイ、または、ジェレミー・ロワイは、フランス、トゥール出身の元自転車競技選手。日本の自転車競技関連マスコミでは、ジェレミー・ロワと表記されることが多い。果敢なアタックが特徴で、逃げを得意としている。ツール・ド・フランス2011では、多くのステージで小集団の逃げグループに乗り、終盤まで疲労を感じさせない走りを見せた。 所属する FDJ ビッグマットでは、サンディカザールがエースゼッケンをつけていたが、総合優勝を狙う選手がおらず、ステージ優勝狙いのため、アシストとして告示されることがなく、比較的自由に走れたことが一因として挙げられる。中継では、連日の逃げにより、総合優勝狙いの有力候補以外で、名前が呼ばれることも多く、最も多くの距離を逃げた選手に与えられる。 総合関東賞を獲得した。ツールド・フランス2011の約1ヶ月後、島の鈴鹿ロードレースに出場のため来日し、メインイベントの国際ロードレースでは持ち前の果敢なアタックを見せて逃げグループを形成する。スプリントでは惜しくも畑中雄介、森一代に続いて3位に入り、プロツアーチームの意地を見せた。 ありがとうございます。